はい、どうもこんにちは、カリパイです。さて今回はですね、このトーテムのね、ことについてちょっとやっていきたいと思うんですけどもね、以前ですね、このトーテムね、 1,2,3,4 種類のトーテムを集めて、でね、秘密の実績を解除したよという動画はね、以前ご紹介しました。でですね、この秘密のね、実績をね、解除するとね、トーテムのですね、マスクをね、お面をね、もらいましたよね。はい。ところがですね、あのお面ですね、まあちょっとね、残念なことが起きて、実はね、なくしちゃいました。はい。あのお面をね、つけてね、調子に乗って、海の中をね、泳いでいたらですね、サメに襲われてね、死んでしまってね、失ってしまったんですね。はい。というわけで、今回はですね、はい、揃いました。4種類再び、1,2,3,4 種類ということでですね、再びね、この4種類のトーテムをね、組み合わせて、果たしてですね、2個目のお面がもらえるのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。さあ、それじゃあね、早速この4種類ね、ちょっと回収していきましょうか。はい、っていう感じでね、この4種類再びね、また集めることができたので、また今並べてみました。前回ね、この組み合わせた時ね、この作ったやつなんですけども、これね、前もね、紹介したと思うんですけど、一度ですね、トーテムをね、組み合わせるとこのようにですね、もうね、4つセットになっちゃうんですよね。はい、こんな感じで。なのでこれね、バラバラにもならないんですね。ですよね。はい、こんな感じです。でまたね、この 1,2,3,4 つをですね、この順番でね、置いていくんですけども、一応ね、この順番についてね、前回ね、コメントでね、とてもあの分かりやすい説明をね、もらったので、ちょっと見ていくんですけども、これね、よく見たらですね、この最初のトーテムのこの頭の部分、ここ緑ですよね。で次、2つ目のトーテムの顎の部分、これまたここも緑なんですね。で2つ目の頭が白で、3つ目の顎が白、3つ目のね、頭が青で、4つ目の顎が青ということで、はい、よく見たらですね、これ分かりますよね。この今ね、見てるこの一番左のトーテムね、顎のとこ何もないので一番下と。でここが緑なので、次に来るのはですね、はい、これですね、顎が緑のもの、これがね、2つ目に来ると。でこの白とこの白、そして青に青というふうにすればですね、まあ順番がね、非常に分かりやすいんじゃないかなということで、まあ、それもね、一つね、覚えておくといいんじゃないかなと思います。ちょっとですね、日が暮れそうなので、一旦ね、寝て朝になってからね、続きをやりたいと思います。はい、おはようございます。ですね、さっきのね、説明がね、もうちょっと分かりやすくなるように並び替えてみました。はい、これね、一番下、顎の部分に色がないもの、これがですね、まあ、一番下ですね、土台ですね。で頭が緑、はい、顎緑、頭白、顎白、頭青、顎青ですね。こういう順番ですね、左から 1,2,3,4 ですね。はい、というわけで、じゃあ早速ですね、気になるね、2つ目がゲットできるのかというのをちょっとやっていきましょうか。はい、これがね、できないとなるとちょっとね、残念なんですけどね。まあ多分いけると思うんですけど、どうですかね。よし、いきますよ、いきますよ、置きます、ドン。おお、来た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 。さあ、このギミックがあって、おお、やった、来ましたね、2つ目ゲットできました。はい、よいしょ。おお、おかえりなさい、帰ってきた、このお面、よかった。はい、というわけでね、2回目のね、トーテム組み合わせをしてですね、
無事ですねお面をね手に入れることができました。ということはこれね、トーテムをねこの4種類もう何個でもね作ればもう作っただけねこのお面がもらえるってことですね。いやーよかったよかった。まあまあ考えてみればねそれは当たり前かもしれないですけどね。はい、いやーよかったです。これで無事ね2つ目がゲットできたよと。よいしょ、いやここ置いていきましょうかね。おほー、いいじゃないですか。これはこれでね、まあなかなかねトーテムはねそんなたくさんの金属探知機でもね出るものじゃないので、まあ今ね現在もうなんだかんだストックがねもうちょっとなくなってきちゃってて、こうですもんね。まあ今自分はね 1,2,3 種類どうしてもねあのベロのベロンのやつがなかなかね出なかったんですけどもね。まあまたねじゃあ出たらですねこんな感じでどんどん組み合わせていこうかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあね結果的に、このねトーテムは何回でもですね組み合わせれば、このねお面をもらえると。まあただしねその分一度ね作ったものはもうバラすことができないので、まあ新しくね4つトーテムを、まあ、集めてくるということですね。はい、というわけで今回は以上となります。またね次回の動画でお会いしましょう。